司会の三池です今日は本当にありがとうございます。じゃあ皆さん乾杯。乾杯。乾杯。お二人の共通点があるんです。割と、新婚です。生まれて4ヶ月なんですけど、なんかねずっとここ最近一緒にいて、ね、何やるの？お手伝い？いや普通にお風呂入れたりおむつ替えたり、お散歩したり。イクメンってこともないんだけど、なんか楽しいんですよね今ね、それがね。父親になるって、そんなにイメージしてなかったでしょ。そうでもない。家庭を作ろうという意思は、家庭をね作る勇気がなかったんですよね、なんかあんまり。ただ子育てが本当楽しいんですよ。なんか役をもらって、例えば侍の役もらったら馬の練習したり刀の練習したり、そういう技術はね、いろんな役磨くことできるんですけど、なかなか子育てってできないじゃないですか、本当に。だからそういうまあね、がっつりかかっても 4,5 年のもんだし、なんかこう多分ね、他の人と違うのは、いずれ一人の人間になってってっていうふうに考えると、今しかできないんで、それを一生懸命楽しむっていう、そういうね、意外とねリアル冷静なところがあるんですよ。意外ですか？意外と意外で、なおかつ意外と繊細。かなり繊細ですよ。繊細の塊でしょ僕は。それってなんでそういう性格になったの？やっぱ病気のせいかなと思うんですよね。なんか腎臓が悪かったんで、子供ながら抑制を強いられてるというか、元気になったらまあこういうのがやりたいとか、例えばスカイダイビングしたりとか、スキューバーしたり乗馬したいって思ってたんですよずっと。だからなんか向いてるんだなと思って、この仕事にね、いろんなことができるし。